昔からの言い伝えです。今日は一日中雨ということで、私も白で決めてみました、下半身。まあこれはお城の壁となかなかよく合うんじゃないかなと、ね、そうですね、コーディネートが、小田原城ですね、ここはね、はい、小田原城、小田原といえばもうかまぼこですね。おお。それじゃあ自慢見てみましょう。ですね。今日は小田原市の青木隆之さんからの自慢でございます。お、最初の自慢が陳龍、陳龍の梅干し、ホトトギス巻きもぜひ食べてください。お、梅干し有名なんですか。梅干しなんですよね、陳龍、はい、陳龍の梅干し、ホトトギス巻きね。そして自慢の2が、老舗中の老舗、ウイローのウイローさん、ちょっと待って、ウイローという店のウイローさんという商品名ということですか。いや、これはウイローさんという人、どうなんでしょう。でも三宅さん、ウイローは知ってますよね。ウイロー知ってるよ、はい、ウイローでも小田原のあんまり、名古屋じゃない、名古屋ってイメージですよね。ね、さあ、小田原のウイローのウイローさん、はい、なんでしょう。そして自慢の3が、秀吉も見た一夜城から見る小田原城、一夜城、はい、一つの夜の城、一夜城、はい、から見る小田原城、小田原城が夜こうライトアップされて一夜城になるんじゃないんですね。違いますね、場所なんですね、はい、ということで今日のスタートは、はい、小田原城の前から。小田原城です、はい、小田原へ来たらもうスタート地点は小田原城だろうなとみんなが思ってる通りのことをやるのがこの番組でございます。裏切らない、ね、裏切るのは白いパンツと白い靴。もうね、後ろ跳ね跳ね。東京生まれ東京育ちの三宅さんが皆さんの自慢のふるさとを訪ねる旅へと出かけます。今回訪れたのは神奈川県小田原市、県の西部に位置し、人口はおよそ18万8000人、山と海に囲まれた自然あふれる町です。明治6年、明治天皇と皇后が訪れたことからその名がついた御幸の浜は、伊豆半島はもちろん三浦半島、さらには房総半島まで見渡せるスポット。市内にはこのような美しい風景が多く点在します。そんな小田原市で今回は3つの自慢を巡ります。地元の人たちと触れ合うのんびり旅。一番古いのは天保5年の。え、それ天保5年の梅干しが入ってるんですか。そうです。三宅さんも驚愕、180年前の梅干し。そしてこれはうまい、絶品小田原グルメを大満喫。さらに神秘の森の先で三宅さんを待っていたものとは。それでは旅の始まりです。三宅裕司のふるさと探訪、こだわり田舎自慢。旅の始まりは小田原市のシンボル、小田原城。関東一円を支配した戦国大名小田原北条氏の本拠地として、100年にわたりこの地を守り続けてきた難攻不落の城。現在の天守閣は昭和35年に復興されたもので、今では小田原城址公園として整備され、地元の人々に親しまれています。ということで、はい、小田原城の前からなんですけども、はい、実はこの敷地内にですね、うん、ある有名な方を祀った神社があります。ほう。
なのでそこでちょっと旅の成功を祈りつつ行きたいなと思いますので、まずお参りに向かいましょう。そうですか、それ差し込んでおいてください。バチが当たるよ、はい、こっちでしょうか、はい、しかしやっぱり立派なお城ですよね。いやすごいですよ。お立派ですね。上ばかりも見てらんないんですよ。水たまりがね。もう近くから見るとやっぱり壮大ですね、これは。うん。雨の小田原城を望みつつ三宅さんがやってきたのは、あ、そこか、鳥居がある。宝徳二宮神社。はい、お、ということでちょっと中で神社の方と待ち合わせしてますんで。あ、そうですか。はい、ちょっと失礼いたします。小田原城址公園内にある宝徳二宮神社。ここには小田原ゆかりのある有名な方が祀られています。あ、なんか古いいい神社ですね。こんにちは。こちらでよろしいですか。ちょっと屋根をお借りして中入りましょうか。ここに入りますか。すいません、はい、よろしくお願いします。今日は小田原市ということで、小田原城から始まりまして、小田原城のそばに、有名な方を祀った神社があるということで伺いました。よろしくお願いします。まあ有名な方を祀ってあるというのは、はい、まあ、二宮神社というふうになってますけども、お名前をいただいております。はあ、はい、あの二宮金次郎ですか。はい、そうなんです。どういう関係の。この神社はですね、はい、二宮金次郎さんが亡くなられてから、はい、おだじさん方が、まあ、しのぐ場所が欲しいということで、ほうほう、明治の27年1894年に建てられまして、今127年、まだ神社としては歴史としては、まあ、浅いと言いますか。 ですけど、でもお弟子さんたちが作ったっていうのはちょっと違いますね。あの金次郎さん亡くなられた時にご自分のお墓というのはもう本当に質素でいいと、ただ私を忍んでくれるんではなくて、その教えを広めてくれている形です、ね。ですがやっぱりお弟子さん方は先生として崇めていらっしゃった方なので、うん、その方を忍ぶ場所として神社を建てられた、はい。小田原で生まれた偉人二宮尊徳を祀る宝徳二宮神社。農村の救済など尊徳の教えを守るために、お弟子さんたちの尽力によりこの地に鎮座されました。境内にあるこの二宮金次郎像にもある逸話が、中村直樹さんという方がいらっしゃいました、はい、この方はお米問屋の方なんですけれども、この方がお金を、まあ、貯めて皆さんにその金次郎さんの教えを、まあ、広めたいというのと、はい、このちょうどその時期にメートル借款法からメートル法に変わる、そんな時期だったんですね。でこの金次郎さんを小学校に配って、まあ、教育の中で、1メートルという長さを教えて広めていきたいという意図がありまして、ちょうど1メートルできてます。この要するに高さが1メートル、頭から台座のところまで。あ、そうなんですか。で、一千体作られて本当に小学校に配られたんですけれども、まあ、その後の戦中ということもあったので、居室という形でこのブロンズを使って皆さん全て作ってありましたんで、はあ、戦争中に、戦争中に、はい、はあ、ただ一体この、金次郎像だけは、これはその当時の宮司さんが、ね、まあ、あの守っていた、守ったと。ああ、そうですか。もっと昔にはやはり石像ですとかそういったものはたくさんあったそうなんですけど、はいはいはい、このブロンズの像というのはこの形はもう本当にこの一体しか残ってない、時間を惜しんで勉強しているというのはこの雨の中だとさらに強調されますね。確かにそうですね。ねえ、
やっぱ雨の意味があったんですよ今日は。はい、この教えがよく、ね、伝わるように。なるほど。ありがたいお話を聞いたところで、旅の無事を願いお参りしましょう。お、ちょっと弱くなってきたけど。お参りした途端、少し小ぶりになったような。弱くなりましたよね。ね、いいじゃないですか。今お参りした途端小ぶりになりました。さすがですね。いやいやいや、嬉しいです。あんまり言うとまた降ってくるから。この小田原市の方がですね、はい、新龍の梅干し、新龍の梅干し、はい、ホトトギス巻きもぜひ食べてください。はい、この新龍の梅干しは有名ですか。新龍の梅干しも梅干しが有名ですね。あの、あ、小田原、そうですか。蘇我に梅林、蘇我の梅林というところがありまして、 そこが、まあ、梅のすごく、昔から賑やかにやっているところがあります。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ梅干し行ってきます。いってらっしゃい。はい、こうして始まった神奈川県小田原市の旅、この先にどんな出会いが待っているのでしょうか。三宅裕司のふるさと探訪、こだわり田舎自慢、神奈川県小田原市の旅。いや、二宮金次郎さんのね、あのブロンズ像の話は面白かったですね。面白かったですね。ね、1メートルっていうのはね、はい、そして、新龍の梅干しに向かうと、はい、新龍の梅干し、この辺は梅が取れるので有名ですと、はい、ということで、はい、新龍さんは小田原駅の目の前にお店がありますので、はい、あ、そうですか、はい、ちょっと小田原駅まで移動します。わかりました、はい、小田原城から車でおよそ5分、やってきたのは小田原駅。さあ、小田原駅の駅前に来まして、ここはもうね、傘なしで陳龍の梅干し、ホトトギス巻きもぜひ食べてください。陳龍、はい、ね、行きたいと思います。立派な駅ですね。立派ですよね、駅が、ね、お店の方と待ち合わせしておりますので撮影許可もいただいております。向こう行けばいいですか。あ、なんだ、そうじゃない、はい、あ、かまぼこもやっぱりあるんだ。そうですね、ね、おお、こちらが本店。すいません、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、このお店の方ですか。はい。もしかして日本の方ではありませんか。ではないです。ドイツ人とフランス人です。あ、そうなんですか。はい、それが日本で梅干しっていうのはどういう流れなんですか。あの、妻は5代目です。そういうことですか。そういう流れです、はい、最初に梅干し食べた時ってどうでした。しょっぱい。びっくりし、でも好きになりました。そうですか。私は今梅と塩だけでできた梅干ししか食べないです。そうですよ ね、それが一番美味しいですよね。です、梅の味がしてね、はい、で、この番組でですね、小田原に住んでる方が、はい、小田原の自慢をするんですが、その自慢の一番最初に陳龍の梅干しと。おお、喜びます、はい、ね、それでホトトギス巻きもぜひ食べてくださいと、はい、え、奥様が今5代目とおっしゃいました。はい、あの明治4年創業の梅専門店ですが、と小田原城の最後の料理長は創業者です。あ、そうなんですか。ちょうど今年は150周年になります。はあ。小田原駅の正面にあるのが自慢の陳龍本店。創業は明治4年、小田原城で料理長を務めた小峰門屋が創業した料亭陳龍亭が起源となり、その後2代目が料亭で評判を集めた漬物の販売を始め、屋号も陳龍本店に改め現在に至るといいます。
梅干しは14種類ぐらいがあるんですが、ありますね、その種類の中に一番、まあ、小田原ですのでおすすめは十郎梅でできた梅干し。十郎梅、小田原で採れた梅ですね。そう、梅の品種ですと、この品種は昔ながらの梅干しにとっても合います。なるほど。梅干しは、まあ、ご存知かもしれないんですが、はい、寝かせた年数によって味が変わります。ほうほう。だから例えばこちらの蘇我の十郎梅の商品は1年間寝かせた、本当にしょっぱい酸っぱいですと、同じものを3年間寝かせると、はい、塩の味はまろやかになって、うん、あの塩梅のいい梅干しになります。塩梅という塩梅が出てきましたね。ドイツの方ですよね。はい、あ、詳しいですね。小田原市の北東部に位置する蘇我梅林。ここで多く栽培されている品種が十郎。果肉がたっぷりと厚いため、梅干しの原料にするのに適しているといいます。そんなおすすめの三年十郎をいただく前に、ちょっと気になるものが。奥にまた梅酒ですか？いや、僕は歴史コーナーなんですが、珍しいものがいくつがあります。ご覧になりましょうか。見ましょう、見ましょう。と一番奥は昔から寝かせた梅干しです。はい、一番古いのは天保5年の。え、それ天保5年の梅干しが入ってるんですか？そうです。だから、あの、毎年梅干しを容器に入れて保管しています。梅干しどうなっちゃうんですか？いや、まあ、よく見ると、あの、種と粉と塩しか残ってないです、ね、なるほど。お店の奥にある梅干しの展示スペースには180年以上前の梅干しをはじめ、創業以来ほぼ毎年保存されてきた古い梅干しのコレクションが展示されています。何年？私昭和26年です。昭和26年、ここ昭和26年生まれの人がこれを買っていくとかじゃなくてね。ではない、飾りだけです。私はこれです。昭和26年。どんな状態になってますか？いや、でもちゃんと梅って分かる状態ですよね。お、うん、同い年の梅干しにも出会えたところで、おすすめの三年十郎をいただくことに。いや、これニコラさん、いい色ですね。そう、三年十郎の梅干しです。三年十郎、これ一粒入れちゃっていいのかな。いっちゃいますよ。うん、うわ、酸っぱい。最初にしょっぱいのはね、まず来ないですよ。梅の味が最初に来ますね、うん、もうでも梅の香りがずーっと続いてます。おー、でも最後飲み込んだ時にその酸味がうわってまたこれね、これで日本酒最高です。ね、美味しいですわ。ちなみにニコラさんのなんかおすすめの食べ方みたいのってあったりするんですか？まあ、私はご飯と一緒に食べるんです、はい、うん、そうするとちょっとずつこの酸味とご飯と梅の組み合わせはすごい美味しくなってきます。ちょっと梅肉にしてサラダのドレッシングに混ぜてもいいし、さっぱりなドレッシング。そういう使い方をするとこの梅の良さがすごくわかりますね、きっと。なるほど。余計なものを一切使わず塩だけで作られた陳流の梅干し、見ているだけでも唾液が出ちゃいますね。これで梅干しをいただきました。あ、そうだ、ホトトギスバキ。そうなんです、はい、これがどういうものかも全くわからないんですよ、はい、だから聞かないで出してもらった方がいいですかね。まず見てみた方がいいですかね。その方がいいですよね。そうですね。果たしてホトトギス巻きとはどんなものなんでしょうか。さあ、楽しみですね、ホトトギス巻き。これはそれも小田原の名物の一つです。シソですよね。シソが、はい、シソで巻いております。はっは、シソで巻いてあるから中が梅っ
と思うと梅とは限らないっていうですね。そうですよ。ちょっと気をつけながら召し上がった方がいいです。一口で噛んだ方がいいですかね。はい、わかりました。お店の方に食べるときにちょっと気をつけてって言うとドキドキしちゃいますね。これをこれ美味しいじゃないですか。あ、ちょっと辛さもピリッともきますね。だからおつまみとしておすすめですね。これは美味しいですね。でも辛いんですか。いや、だからちょっとピリッとくるんですよ。お、はい、でも多分辛さは強い方だと思います。あ、三宅さんが、はい、あ、そうなんです。辛いもの大好きですよ、はい、これ三宅さん本当に辛くないですか。あの、辛すぎないですけど。ちょっと僕もいただいてみていいですか。ということでディレクターも一口いただいてみると。辛いじゃないですかこれ。辛いですよ。だから私は辛いのが好きなんだ。めちゃめちゃ辛いじゃないですかこれ。嘘。はい、こちらのホトトギス巻きは和がらしを砂糖蜜で練り、白ごまと砕いた落花生を加え、赤じその葉で巻いた郷土料理。三宅さんは平気でしたが、その辛さからヒーッとホトトギスのように泣いてしまうことからその名がついたと言われているのです。これ三宅さん強いですねやっぱり。いや嘘、これちょうどいいよ。辛い。本当。ああ、これきますね、鼻にスーンと。いやでも俺全然美味しいですよ。ホトトギス巻きいただきました。それで2つ目の自慢がですね、はい、あ、老舗中の老舗、ウイローのウイローさんっていうの。あ、はい、有名なところです。有名ですか。歴史も長いです。はい、じゃあこれがウイローが店の名前でウイローさんが何なのかって聞かない方がいいですか。ああ、そういうことかって分かった方がいい。そうですね、はい、でもいい人です。知ってます、はい、ウイローさんじゃないですか、はい、こんだけ言ってんのに言ってしまいましたね。分かりました。じゃあ行ってきます、はい、ありがとうございました。本当ありがとうございました。いや、陳龍の梅干し、はい、美味しかったです。美味しかったですね。3年ものの重郎、はい、で、よし次へ行こうということで、はい、お店を出たところで、まあ雨もこれぐらい降ってないとつまんないなみたいなね。それぐらいの降りですよ。で次はウイロー、はい、老舗中の老舗、ウイローのウイローさん、はい、またこれもすぐ近くなので。近くたって雨はこんだけ降ってますから。まあ大変ですよ。まあ間もなく着きますんで、はい、果たしてウイローさんとは。小田原市の旅はまだまだ続きます。三宅裕司のふるさと探訪、神奈川県小田原市の旅。老舗中の老舗、ウイローのウイローさん、はい、絶好のロケ日和です。あっちで、あら、なんすかこれ。昔走っていた市電ってやつですね、これは。そうですね、小田原板橋って書いてありますね。いや、小田原城がもう一つありましたよ。そこにウイローと書いてありますね。はい、あちらになります。小田原に実はもう一つお城があったと。もう一つね。まるでお城のようなこちらが老舗中の老舗、ウイロー。果たしてどんなお店なんでしょうか。今ウイローというお店の前に来てます。はい、今ここにウイローさんが。お店の方が今中でお待ちいただいているので。その人がウイローさんですね。こんにちは。いらっしゃいませ。ふるさと探訪という番組で来ました。お待ちしておりました。
この小田原に住んでる方がですね、はい、小田原市の自慢をいろいろ書いてくれまして、はい、その2つ目に老舗中の老舗ういろうのういろうさんという自慢なんですけども、はい、ういろうというのがお店っていうのは今分かったんですけど、はい、こちらがういろうになります。ういろうさんというのが、はい、今日は本当に足元の悪い中ありがとうございます。お、私がこの主で、ウイローと呼んでいただきまして、ウイロートエモンと今はい、25番目の代を預からせていただいております。25代目のウイロートエモンさん、ね、このウイロー売りのウイローという字ですよ。え、これだから最初の初代の方がこういう名前だったわけですよね。初祖はですね、中国人だったので、ほう、陳という名前だったんですけども、はい、日本に帰化した時にですね、役職、中国の時の役職名の一部を使って、陳ウイローと名乗りまして、ほう、それが私どもの初代 でそこからウイローという家が日本でずっと続いております。ああ、そういうことですね、はい、で我々がよく知っている名古屋の名物でもあるウイローってありますよね。 はい、あれとは関係あるんですか。実は私どもの方でも竿菓子のお菓子のウイローは、はい、はい、まあ、ずっと代々作ってきておりまして、実はもともとはですね、このお菓子我々が作りまして、で、まあ、家名からですね、ウイローという名がついたお菓子なんですけども。そうですか、はい、じゃあもともとの元祖っていうことですね、ウイローの。まあ、そうですね、600年以上前にですね、なかなかまだそのお砂糖がない時代に、ちょっと私どもがですね、黒砂糖を家業の関係で南方から仕入れておりましたの でそれを転用して外国使節団に灯したお菓子が実はこの竿菓子のウイローなんです。そうなんですか。およそ600年の歴史があるというお菓子のウイロー。米粉を使った蒸し菓子で、もっちりとした食感とほのかな甘さが特徴です。この味を今に受け継ぐのが25代目当主のウイロー東衛門さんなのです。で、ウイローだけじゃなくて、はい、それ以外も和菓子をやってらっしゃるってことですか。まあ、そうですね、せっかくなので、もう竿菓子の伝統菓子だけじゃなくて、日本の和のですね、お菓子をこういくつか品揃えをしておりまして、ただちょっとここでお菓子屋さんだけにですね、おかしな話があるんですけども、はい、さっきウイロー売りっておっしゃったじゃないですか。はいはい、もともと滑舌を良くする薬の、まあ、はいはいはい、歌舞伎のセリフなんです。舌がどんどん滑らかになるっていうね、はい、実はですね、あれは実物がもともとございまして、今でもその薬は、私どもの方でも作っておりまして、あそこに調剤室ってあるんですけど、じゃあ歌舞伎でいうこのウイロー売りの、はい、ウイローがここにあるってことですか。はい、あります。はあ。お菓子の販売スペースの奥にあるのはなんと薬屋さん。そこで売られているのが薬のウイロー。東鎮香とも呼ばれる植物由来のもので作られた漢方薬で、これこそが享保3年2代目市川團十郎によって演じられた歌舞伎のウイロー売りが売るウイローなんだそうです。詳しいお話をお店の裏手にあるウイロー博物館でお聞きすることに。まずちょっとこの写真を見ていただきたいんですけども、もともとちょっとお店がかなりお城風の建物で、はい、別に小田原城と競い合って建ててるわけではなく、いや、そうですよね。だから来る時にあれ、もう一つ小田原城があるとか言ってたんですけど、それ関係ないわけですね。はい、もともと渡来人だったのでちょっと目立ちたがり屋だったのかもしれないんですけど、こういう店構えをすることが、まあ、一つのこう伝統になってしまっておりまして、薬とお菓子だけじゃなくて店構えも我々の伝統になっております。なるほど。八方が八つ棟、表が三つ棟、玉堂造り、破風に木と木の塔の御門御社名あってというこの建物の写真はですね、まさに300年前に2代目の團十郎さんがセリフを作るときにご覧になったその建物そのものです。うわー、ウイロー売りのセリフが、はい、
そういうことなんですね。まあ、関東大震災で倒壊してしまいましたけども、まあ、残ってればね、今でも本当にこう皆さんに楽しんでいただけたものじゃないかなと思うんですけど、話に出てきた東鎮港の看板がありますね、あそこにね。はい、そうですね。あれは明治の頃の看板なんですけども、ひらがなのういろうはまさにひらがなを持ってういろうといたせしは親方円斎ばかりのセリフの通り、江戸時代の看板でございます。まさにういろう売りのそのものがここで見れますね。現在でも役者やアナウンサーの発声練習に用いられるういろう売り。このようなお話やういろう作りに用いる道具など歴史と文化を知ってもらうためにこちらの博物館を作ったのだそうです。素晴らしいお話を堪能した後はカフェスペースをお借りして600年受け継がれる自慢の味を堪能させていただくことに。ありがとうございます。あれ、まあ、いくつかのお味はあるんですけども、はい、今日は原点である黒砂糖とそれからお茶味のお茶ウイロをご用意しましたので、なるほど、どうぞ召し上がってください。はい、かなり私どものこだわりはもっちり感の食感なので粘り気があります。あ、本当だ。非常に歯応えも、ね、はい、粘り気も、まあ、もっちり感が一つの特徴になっておりまして、うん、もっちもち、それで甘すぎないので結構たくさん食べられるんで。そうです。やっぱ甘いものは貴重だったことをあれしてまして、甘さ控えめに作ってます。なるほど。今度はお茶味のウイローということでいいですかね。うん、これ他で食べたウイローよりももちもち感が強いんですかね。私はすみません、食べ比べたことがないので分かんないんですけども、お客様からそういうふうに言っていただきます。うん、素敵な自慢のおかげで素晴らしい出会いがありました。それで、はい、次の自慢がですね、はい、こういう自慢があるんですけども、秀吉も見た一夜城から見る小田原城と。はい、これはすごいです。これはすごい、はい、いた方がいいですね。ものすごい立派なですね、野面積みの石垣っていうんですけども、それが関東大震災で少し崩れましたけど、一部はちゃんと残ってますので、それはもうね、一見の価値があります。わかりました。霧の中じゃなきゃいいんですけどね、今日見えるかな。大丈夫です、晴れてきます、はい、私が行けば。じゃあありがとうございました、はい、足元気をつけてください、はい、ありがとうございました、どうも。次の自慢は一夜城ですが、時間はちょうどお昼時ということで。降ってますね、降ってますね。さあ、こんなとこ一夜城？いや、ある。三宅さん、一夜城の前にちょっとお昼ご飯食べようかなと。何それ。それはもう腹減ってますからね。お腹空きましたよね。空きましたよ、はい、うん、なのでちょっと、うん、実はですね、お店の前に到着しております。あ、もうお店なんだ。はい。あ、おでん。はい。何よ。小田原おでんってなんか聞いたことあるよね。ああ、そうですか。静岡おでんもあるけど。そうですね。小田原おでん。いいじゃないですか。はい。ということで撮影許可いただいておりますので。はい、なかなか入り口がもうね。はい。いいですよ。これは、これはうまい。CM の後。絶品小田原おでんに三宅さんも大感動。三宅裕司のふるさと探訪、神奈川県小田原市の旅。お昼ご飯に立ち寄ったのは小田原おでんが食べられる小田原おでん本店。こんにちは。いらっしゃいませ。ふるさと探訪という番組で来ました。ああ、ありがとうございます。はい、うわ、いい匂いだ。これはもうたまんないですね。ああ、おそぎます。
これはあのお昼の時間にお出ししているランチメニューでございます。おでん茶飯茶飯ランチ、はい、あとは牛すじ丼ランチ、牛すじ煮込みうどんランチ、アジの押し寿司ランチ。これはもうおでん茶飯ランチを食べなきゃいけませんね。まあね、あの定番といいますかね。そうですよね、もう一つお役目ございまして、この中からちょっとご覧になって、もし分からなければね、あの私どもの方であの見繕わせていただいても構いませんので、はい、おっしゃってくださいませ。ご品ご品でございます。はい、これは難しいね。お昼の時間には25種類のおでんが用意され、こちらの中から5種類のおでんを選ぶことができるんだそうです。一応あの小田原おでんの特徴として、かまぼこ屋さんが作ってる練り物を使用しているということで、練り物が多いんですけど、その中で特にあのかまぼこ屋のこだわりの練り物、あの食感が味わえるのは白はんぺんあたりが少し食感を楽しめる、なるほど、おでんだね。じゃあ白はんぺんを入れましょうかね。お入れしましょうか。はいはい。ということで三宅さんが選んだのがこちらの5品。定番の卵と大根、おすすめの白はんぺんにいわし団子と揚げつくね。さらにこのお店のこだわりがこちらの3種類の薬味。定番のからしと練り物と相性がいいというわさび醤油、そして梅味噌を用意。では小田原おでんいただきましょう。大根は普通に胡椒。こういう白はんぺんみたいのをわさびで食べてみればいいんですね。そうですね。ね。うん、本当だ。合いますね。うわ、茶飯も美味しい。ちなみに梅味噌は大根に合うんだそうです。カツオ、昆布、塩で作った出汁が染み込んだ絶品おでん。締めはこちらの出汁を茶飯にかけて。これはこれはうまい。これ、はい、おでんの具がいっぱい入ってるからこの出汁の味がどんどん良くなるってことですね。そうですね。あの今はまだランチ後なんで比較的まだ若い出汁ですが、あ、そうか、夕方のやっぱり6時7時になってくるともう少し濃厚な出汁に徐々に変化してまいります。いや、絶品小田原おでん、最高のお昼ご飯になりました。さあお腹も満たされたところで目指すは一夜城。どんな景色が待っているのでしょうか。三宅裕司のふるさと探訪、神奈川県小田原市の旅。旅の始まりから降り続く雨も弱まり、いよいよ一夜城へ到着です。さあ小田原城を見下ろすような一夜城というね、これがその石垣山というところのね上にあるわけですから、登るのがちょっとつらいな。おでんと茶飯食べた後だけにね。いやよいしょ、はいはいっと、はい、三宅さん、でもこの左手全部石垣ですね。あ、これも石垣だ、すでに。はい、ちょっとでも崩れた感じはありますね。はい、はあ、へえー、
天正18年、天下統一を目前にした豊臣秀吉が難攻不落の小田原城にこもる小田原北条氏を包囲。その本陣として小田原城眼下に望むこの場所に総石垣の城を築いたことからその名がついたとされる石垣山。秀吉は築城にあたり敵方の戦意を削ぐため山頂の林の中に骨組みを作り白い紙を貼って白壁のように見せかけることでまるで一夜のうちに城を築いたように見せたことから石垣山一夜城と呼ばれるようになったと伝わります。しかし実際には延べ4万人が動員されおよそ80日間も準備に費やしたとも言われています。はい、行きましょう。本丸跡で、あそこ、そしてあそこが展望台になってますから、あそこ行くと見えますよ。果たして秀吉はどんな景色を見ていたのでしょうか。これが今その小田原城を見るための展望台でございます、はい。随分登ってきましたよ。その苦労の甲斐もあって見てください、この見下ろすようなガスガスね、この番組得意の振って振ってハードル上げてガス、こちらでございます。それではいつものようにもし晴れていたらどんな風に見えるのか見てみましょう。こんな感じです。後日撮影したのがこちら。山頂から直線でおよそ3キロ、眼下にかすかに見えるのが小田原城です。山頂から市内を一望する素晴らしい景色、もちろん当時のままの眺めではありませんが少し秀吉に近づけた旅となりました。青木隆之さんの、自慢の数々回ってまいりました。神奈川県小田原市陳流の梅干し、自然のままの梅干しで本当に美味しかったのでお土産に買いました。そして老舗中の老舗、ウイローのウイローさん、これは感動しました。そして自慢の3つ目、秀吉も見た一夜城から見る小田原城、見事にこれでございます。本当にこの番組こういうことがよくあります。そういうわけでこの雨の中よく回ってきました。神奈川県小田原市の旅、いやー雨降ってましたけども人の愛を感じる今回の旅でしたね。次回はどんな地元の方々の愛を感じられるんでしょうか。あなたのふるさとに行ってみたいな、あなたの心にある景色を見たいの、あなたのふるさとに。山と海に囲まれた風光明媚な町、神奈川県小田原市の旅、今も受け継がれる文化や味、そして愛のあるおもてなし、晴れやかな笑顔に包まれた癒しの旅となりました。